じゃ呼んだけども逃げようとしたな。売れない貧乏役者と記憶を失った殺し屋の人生が入れ替わり、とそこへ婚活女性登場。それが悲劇、いやいや喜劇の始まりだった。おお、なんですよね。だそうです。あくまで行方不明ということで死体が見つかることないようお願いしたい。結婚相手見つかったの？私がやるって言ってできなかったことある？結婚してください。お前らのせいだぞ。笑いとハラハラドキドキ、そこには史上最高にときめくラストが待っている。結婚する予定なんです。鍵泥棒のメソッド。お前の人生このまま俺がもらうぞ。